江戸京子は、日本の女性ピアニスト。アリオン音楽財団理事長、東京の夏音楽祭芸術監督。東京生まれ。三井不動産会長だった江戸英雄とピアニスト江戸、広子との間の娘である。お茶の水女子大学附属中学校、高等学校を経て、1 9 5五年、東方女子高等学校音楽科卒業後、フランス政府より、講演学生として徒仏。 パリ国立高等音楽院入学。1960年度音楽院卒業後、渡米し、シカゴ公共楽団と共演、以後、アメリカやヨーロッパ、日本の各地で演奏活動を行う。1962年、井上康夫妻の売借で、東方女子高校で同期だった小沢誠司と結婚したが、1966年に離婚した。1979年、 演奏家と聴衆の心が通い合う音楽会を目指し、室内楽鑑賞会のムジカクラブを主催。1985年より、毎年東京の夏音楽祭を企画、構成。同年、財団法人アリオン音楽財団を設立し、理事長に就任。東京の夏音楽祭のほか、作家や学者のレクチャーを組み合わせたコンサート、 夜の外出が難しい人のための昼間のコンサートの企画、若手音楽家育成のためのアリオン賞の制定と受賞者の長期的な支援、地方ホールの自主事業のサポート、海外の文化支援など多方面にわたって活動を続けている。各国の音楽コンクールにも数多く招かれており、1986年のチャイコフスキーピアノコンクールを はじめ、1991年ジョルジュ・エネスコ、国際音楽コンクール、1992年ドン・ティボー、国際コンクール、1995年日本、国際音楽コンクール、2001年ジュネーブ、国際コンクール等多くの国際コンクールの審査員を務める。文化庁、文化政策推進会議委員、日本演奏連盟理事、三井住友会場文化財団理事、 朝日新聞文化財団表議員等多くの文化活動団体の役員を務める。ありがとうございます。